ってやる陶器、結構有名な機械で、今はザザザってこう、はい、こんにちは、昔の道具ミングたちです。今回はミです。ミっていうのはこんな書きます。リクエストいただきましたミについてですね。ミこちらにね、すっごくたくさんあるんですよ。ちょっとこっち来れる？この奥にね、いっぱい詰め込んじゃってね、これもそうです、これもそうです。この上にあるのも全部ミなんですけど、これ名前書いてあるんですよ。昭和44年11月中田用書いてある。中田さんが誰なのか分かんないんですけど、昔の人は必ず購入した人名前書いてますよね。これはね、ものすごくいい習慣だと思うんですけど、何にしても自分が買った時大事にするっていう意味なんでしょうね。書いてますから、これはね、物を見た時ね、こう、あ、こんなんとかね、すぐ書いてますからね。それはね、物を見るときね、よーく観察してみてください。実なんですけど、これが穀物を仕分けするのに使うのがメインですね。いろんな使い方があるんですけど、でここ網代編みって言いまして、こう細かくこう編んでるから穴が開いてないですね。穴が開いてないから、こうふるいとは違うんですよね。こう下分別するので、こう下に落とすんじゃないんです。ここにね、脱穀した米とか、お米は、まず皮がありますよね。その皮を剥ぐんです。これはね、土臼でガラ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 やったりして皮を剥ぐんです。それでそれをここに入れて、ザザザってこう口を上げて落とす、口を上げて落とすっていうことをするんですね。そしたら風が吹いてるんです。こうそして空中に上げたら、もみ殻だけ飛んでいって、中のお米は下に落ちるわけですよね。こうふーってやりながらやる方法もあるんだけど、これちょっと肺活量足らなくなると思うんだけど、そこそこ風が吹いてたら、こうやってザッザッ、それを高く上げるのか小さく上げるのかっていうのは風の強さによってこう変えるんだけど、こうやってやったら、もみ殻を全部落として米だけここに残すという、要は分別するわけです。それでここがね、たっとこう天地返し、ふっふっふっってやったらね、分別でき、こう今度こっち側からこうやって、そういうために使うのがミっていう。これがね、この後で見せましょう、下にあるのが陶ミっていうやつがある、機械があるんですけどね、これは人工で風を落として上から落とすことによって分別するっていう機械ができてくるんだけど、それまではこれでやってたんです。でもこれ、それがメインなんですけど、それだけに使うんじゃないですよね。ちょっとこう野菜とかを運ぶとか便利ですよね。何するにしても便利。芋を切った分をここで干す、でしょこっと持っていく、それでこうやったら一箇所にまとまって捨てれるわけだから、干しかごよりかはまとめる量、干しかごの方が量は多いですけど、だからいろんなことに使ってましたよね。でこれでね、ここは目が粗いやつがあるんですけど、これを僕たちのところでは常連って言ってたんですけど、常連って言ったら常連グワっていうやつがあるんだけど、小学校の頃土を運んだりするのに、こうよいしょってこうやって運ぶやつ、この目の粗いやつ、それ一般的にもあれもミっていうらしいですけど、一般的にこの目のないやつがミですね、こういうやつ。さあ遠見に行ってみましょうか。これを踏まえて、はい、これが遠見です。さっきのみっていう字、この手み
手身の身、ほんでこれは唐、唐から、要は中国から来たっていうことなんでしょうね。唐の身って言って唐身ですね。でこれはここに4枚羽があります。ここにこれをこう早く回す、ゆっくり回す、まあ、調整ですね。これで風を起こすわけです。この風がこっちに流れる、こっちに流れます。でここ、ここ上部があります。ここにさっきの実とかでザーッとこうもみ殻とお米とが一緒になってるやつをバーッと入れるわけですね。そしてここでここでこうか、こうなってるのかね、こうここで落ちる量を調整します。ザーッと一気に落とすのか、ちょっとずつ落とすのか。でこの調整とこの風の量でダーッと落ちていくわけですね。もみ殻とお米がここに落ちていったら、ここから風が出ます。なここからもみ殻がバーッと出ます。ほいでここ落ちた米がこことここに出ます。なぜ2つあるのか。こっちはしっかりした大きな米が落ちます。ちょっと小米になったら風でちょっと飛ばされますから、こっち側から大きさも分別できるわけです。でこれでこうやってやると見、結構有名な機械で、今はいろんな大豆だとかそういうようなものを分別するのに使ったりもして、まだ使ってるっていうところもあるみたいですけど、お米で使うことはまずないかな。これこのうちね、とうみとうみはね、民具研究家の中ではね、一番王道中の王道で、遠見について語らせたら1日でも2日でも語るっていう人はたくさんいるんですけど、基本的にそんな専門的なものはいいです。何に使うのか分別です。ですからちょっと時期からしたら稲刈りの後なんで、秋口になったらもう一回話してもいいかな。こういう遠見がある、要はさっきの実がで使ってたのを機械化したのが遠見っていうことで、実と遠見を覚えとってもらったら、ちょっと流れが次こう収穫の時にいろいろやっていこうと思いますけど、ちょっと流れが見えるのかなと思います。リクエストがあったので実について話しました。ありがとうございました。使い切りのチューブや、ね、うん、ハムガキのね、これ愛媛ナンバーワンだったら知ってる？そうです。大洲からね、だいたい内子とか、ああいう山間部でね、これを作る、あ、愛媛でそれを作ってた、大手メーカーのもあるんだけど、そうか、これだけはそうないかな。ここにセットになってるかね。寒く初めて知った。ちょっと寒気が歯磨き粉なんですか？そうでしょ。いや本当にあの辺からね、あのね、だいたいこの人ね、五つ星しかホテル泊まったことがないみたいな。基本です。だいたいビジネスホテルとかね、安旅館だったらだいたいこのパターンじゃないですか。それは愛媛？愛媛だいたい大津です。このぐらいの使い方ね。それは時代的にはいつですか？今の現在の。愛媛ってご社長ね、変なシェアがあって、例のパーンってあるクラッカーがあるじゃないですか。あれも日本一の会社だと知ってます。まあ、茂野みたいな。だいたい茂野ですか？いい松山市です。